俺、はい、はい、いや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 、どんだけ好きなんだ。いや、すいません、ちょっと興奮しちゃって、はい、じゃあそんな感じでちょっと解説しましょう。はい、よろしくお願いします、はいはい。ネカリはちょっとディフェンシブに動く感じなんですかね。なんかちょっと自分から攻めようとするとどの技を振っていこうかなっていう感じあるかもしれないですね。そうですね、飛びが入ればもうそこから結構体力持っていけるんで、うん、はい、あ、そうか、攻めるのは全然ありだと思います。なるほど。ただ今回あの全員飛び道具を落としやすい技を用意してあるので、あ、飛びじゃ飛び攻撃を落としやすい技を用意してあるので、はいはいはい、それはもう完全に駆け引きですね。お、落としても結構早いですね、はい、こうやって朝いいですね、それ、うん、たださすがにガードされると、はい、フレーム的には振りっぽいですね。今日ならそんなことないのかな。そうですね。あ、はいはい。どうしたんすか。あやのさん、お疲れ様です。はい、あ、そうですか。じゃあ、あのこの試合終わったらじゃあなんかあやさん来てくれてるんですか。はい、うまいっすね。あの、遊びに来た人、遊びに来ました。危ない危ない。なんかあんまり、はい、上がるって方がいらっしゃらないので、はい、はい、V取りが溜まった、来た、投げるんです。投げる、寝るかっこいいでしょ。かっこいいね。あ、でも全然面白い、すごい。あ、本当ですか。打撃と投げを混ぜれるんで、はい、なるほど。やっぱ相手崩せるのはいいですよね。いや、あるさん、なんとかの男って聞いちゃってちょっともう興奮しちゃってた。いや、もうやばいですね。おお、早っ、はい、はい、キャンセル、チワシキャンセルかかりましたよ。これかっこいいな、これ。野生的、野生的。ストーリーのクリティカルアートマジかっこいいの多いですね。あと投げ技がマジいいですね。痛そうだからすごく。おい、あ、おい、後ろ、後ろいろいろあるんですね。いろいろあります、ね、鉄腕光も入るんです。なんということか。危ない。さあ、これはダーツになってしまいましたが、ぶっぱ気味になっちゃった。そこで終わるのか、ちょっとまだ分からないですね。3段で終わると危ないよ。痛い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 。さあ、ここで連撃が入って、さあ、アルファの V ゲージがそろそろ溜まるんですが、あとちょっとというところ。早く編集して何とかしたいところですが、痛っ、なかなか厳しいですね。おー、すごい。それ、これは、まあ、結構あれ、あれ V スキルなんですよ。はい、V スキルなんで。さあ、これででかいの入って、あとはこの中危ないっすよ。危ない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 。削りがちないですから、手前、あいや、あいや、投げられて、さあ、画面足ですよ。危ない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 、怖い。おっ、ええ、え、あ、あ、いきますよ。なるほどね。さあ、R さん、だんだん使えるようになってきたというところで、やりたい、もっとちょっとですね、杉山さんと交代をして、はい、綾乃さんがね、来てくれました。ありがとうございます。遊んでもらったら、すごい、プレゼントしているものなので、チェンジングキーホルダー、ありがとうございます、はい、はい、どうもありがとうございます、また遊びに来てくださいね、はい、ありがとうございます、はい、ぜひ遊びに行きます、はい、はい、それはもう完全に駆け引きですね。お、今年も結構早いですね、はい、こうやって朝、重ねていいですね、それ、うん、たださすがにガードされると、はい、フレーム的には振りっぽいですね。今日ならそんなことないのかな。そうですね。あ、はいはい。どうしたんすか。あやのさん、お疲れ様です。はい、あ、そうですか。じゃあ、あのこの試合終わったらじゃあなんかアルさん来てくれてるんですか。はい、うまいっすね。あの、遊びに来た人、遊びに来ました。チワシキャンセルかかりましたよ。これかっこいいな、これ。野生的、野生的。ストーリーのクリティカルアートマジかっこいいの多いですね。あと投げ技がマジいいですね。痛そうだからすごく。おい、あ、おい、後ろ、いろいろあるんですね。いろいろありますね。鉄腕光も入るんです。なんということか。危ない。さあ、これはちょっとこれしまいましたが、ぶっぱ気味になっちゃった。そこで終わるのか、ちょっとまだ分からないですね。3段で終わると。俺、はい、いやいやいや、どんだけ好きなんだ。いや、すいません、ちょっと興奮しちゃって、はい、じゃあそんな感じでちょっと解説しましょう。はい、よろしくお願いします、はい、ネカリはちょっとディフェンシブに動く感じなんですかね。なんかちょっと自分から攻めようとするとどの技を振っていこうかなっていう感じあるかもしれないですね。飛びが入ればもうそこから結構体力持っていけるんで、はい、あ、そうか、攻めるのは全然ありだと思います。なるほど。ただ今回あの全員飛び道具を落としやすい技を用意してあるので、あ、飛びじゃ飛び攻撃を落としやすい技を用意してあるので、はいはいはい、危ないよ。痛い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 。さあ、ここで連撃が入って、さあ、アルファの V ゲージがそろそろ溜まるんですが、あとちょっとというところ。早く変身して何かしたいところですが、いた、なかなか厳しいですね。おー、すごい。それ、これは、まあ、あれ、あれ V スキルなんですよ。はい、V スキルなんで。さあ、これででかいの入って、あとはこの中危ないっすよ。入った。
危ない危ない危ない。なんかあんまり上に上がってる方がいらっしゃらないので、はい、はい、食い取りが溜まった、来た、投げるんです。投げる、投げる、かっこいいでしょ。かっこいい、ね、あ、でも全然面白い、すごい。あ、本当ですか。打撃と投げを混ぜれるんで、はい、なるほど。やっぱ相手崩せるのはいいですよね。いやー、アルさん、なんとかの男って聞いちゃってちょっともう興奮しちゃってる。いや、もうやばいっすね。おお、早っ、はい、はい、